はい、こんにちは。シンガーソングライターの飯田雅樹です。作詞をねしている中で、なんかいつも単調な言葉しか出てこないとか、同じようなね言葉しか出てこなくて、もっとこう語彙力を増やすにはどうしたらいいかなとか、アイデアがね出てくるにはどうしたらいいのかなってことでね、悩んでる人たくさんいると思います。で、実際僕も自分の、無料のね、動画レッスンをやってるんですけど、その無料の動画レッスンの中でもね、そういう声がすごく寄せられます。なので、今回の動画ではですね、そういう自分がね作詞をしてていつも同じような言葉になってしまう、語彙力が足りないなとか、アイデアがなかなか浮かばない、どうしたらいいんだろうっていう人に向けて、そういう時はどうしたらそれが改善するのか解決するのかっていうお話をしていきたいと思います。最後までよろしくお願いします。早速いくんですけど、この作詞をねやってみたんだけど、一応書けたけど、なんかいつもね同じような言葉使っちゃうんだよなっていう場合は、これはね解決する方法っていうのは、インプットを増やすっていう方法が一番いいです。で、インプットを増やすってどういうことかっていうと、要はその作詞で使う言葉っていうのはさ、自分が知ってる言葉とか、普段から使う言葉とか、そういう自分の中にあるものしか使えないじゃないですか。で、そのいつも同じような感じになっちゃうとか、単調になっちゃうとか、なんかあんまりアイデアが浮かばないんですよねっていうのは、インプットが足りない、要はその自分の中に言葉のこの何ていうか手ごまったりとかな、それが足りないっていうことなんですよね。で、そういう場合どうしたらいいかっていうと、どんどん他のものからこう自分の中に取り込んでくればいいだけの話なんですよね。で、これちょっと料理で例えると分かりやすいんですけど、自分っていう冷蔵庫だと思ってください。で、その冷蔵庫の中には、今は人参と玉ねぎと、何にしようか、何でもいいんだけど、あとはお肉ぐらいしかない。その3つしかありません。ってなったらさ、それってまあいろいろ調理法によってこう変えられるけど、でも他にもっとね、キャベツが欲しいなとか、なんかトマトが欲しいなとか、鶏肉が欲しいなとかさ、お魚が欲しいなとか、そういういろんなこう材料が欲しいじゃないですか。そうすればよりこう幅広いものが作れるでしょ。っていうのと同じなんですよ。要はこう自分っていう、まあ、冷蔵庫にさっき言った時の自分っていう中に、あの言葉が足りないんですよね。少ないから、それをこううまく組み合わせてちょっと変えたものはできるんだけど、でも結局そのいつもの言葉しかないとか、あんまり変わらないものしかできないっていうのは、そういうことなんですよね。だからいろんな言葉を自分に入れてくるってことが大事なのね。で、これがインプットをするってことなんですけど、じゃあどうやってインプットすればいいのかっていうのは、これはですね、僕がおすすめなのは、小説を読むとか、映画を見るとか、まあ漫画とかアニメでもいいです。そういう言葉を使った、まあ表現の一つじゃないですか、そういうのも。そういうものに触れるってことを意識的にね、やると、あ、なんか、こういう言葉があるんだとか、こういう言い回しがあるんだっていうことに気づけるんですよね。そうすると、自分が、あ、今までこういう表現っていうもの自体、こういう言葉自体を知らなかった。でも、あ、こういう時ってこういう言葉でこういうことを表現できるんだなっていうことを学べるじゃないですか。そうすると、自分の中にそれが入ってくるんだよね。で、作詞するときによし使おうっていうことができるようになるんですよ。で、その、インプット、こういうふうにどんどん入れてきて、ようやくそれがこう自分の中、なんていうかな、馴染んだらようやく使えるようになるって形なので、もうとりあえず何でもいいからいっぱい読めばいいや、みたいな感じでもないのね。なんかじっくり取り入れた方がいいと思います。で、それをするにはね、僕は一時期すごいやつだな、本当に小説を読むようにしてて、小説が好きとかでは正直なかったんですけど、もともと、容疑者 X の献身っていうね、東野圭吾さんっていう方の原作の、小説があるんですけど、それがね、映画でやったんですよ、福山雅治さんの映画でやって、それを見に行ったのね、友達と。見に行って、ああ、なんか、すごい面白かったなと思ったら、その友達が小説それ持ってて、貸してやるよって、読んでみなよって言われて、読み始めたのが小説をこう、読んだ最初のきっかけなんですけど、それから、なんか、こうやっぱ自分がね、語彙力少ないなとか、アイデア出ないなって思ったから、じゃあ小説でも読んでみっかと思って、僕は、その東野さんもそうだし、あとは村上春樹さんとか、伊坂幸太郎さんとか、まあそういう小説家の方々がいるんですけど、そういうのをね意識的に読むようにしてました。そうするとやっぱり自分の中にさ、ない言葉とか世界観とかがあるので、すごいね、やっぱ語彙力も増えるし、アイデアっていうのも湧きやすくなったなと思います。あとは僕がもともと、もうほんとここ数年間ぐらいずっと大好きで、
やってるのは映画ですね。映画がもう本当に大好きで、もう週に1、2回とか、ひどい時は2、3回とか映画館にね、通ってて、それぐらい映画が好きで、でも映画っていうのもさ、その登場人物がいて、物語があるじゃないですか。で、その登場人物にもちゃんとこう、設定というかね、背景があって、その人たちが使う言葉とか、その人たちのこう、人間性、だからこそ出てくる言葉とかね、っていうのがあるので、やっぱ自分の中にないものなんですよね。それが自分の中にこう、入ってくることによって、あ、なるほど、こういう言葉遣いってあるんだなとか、こういう言い回しがあるんだなとか。あと映画の場合ってやっぱ情景がこう見えるから、なんかその自分が行ったことないとこの映像も見れるじゃないですか。そうすると、まあ行ったことはないんだけど、あ、なんかすっごい寒そうなとこだなとか、それってまあ体感してるわけではないからちょっと違うんだけど、でもね、なんかこの見たことのない景色、行ったことのない場所とかを見ることによって、あ、こういう景色があるんだ。これをじゃあ自分の言葉でね、表すのはどういうふうに表せばいいんだろうとか、そういう自分の中にないアイディアっていうのがやっぱ浮かんでくるものなんですよね。なので、やっぱそういうふうに自分の中にないものを取り入れるってことを意識的にやるってことをやると、語彙力とか、まあ表現力っていうかなんだろうな、アイディアとかがね、なんかどんどんやっぱなくなってくんだよね。自分一人だと。けど、そういうものを取り入れることで、どんどんこう自分の中に蓄積されていくし、その蓄積されたものと蓄積されたものが合わさって、また違う表現が生まれたりとかするんだよね。なので、その自分がね、今本当に語彙力がないなとか、いつも同じような歌詞になっちゃうんだよなって思うんだったら、今の自分のままじゃ多分書けないと思います、そのままじゃ。からその自分以外の人が作った作品とかの感性を取り込んでくるっていうことがすごく大事です。で、あとは他の動画でも言ってるんですけど、こう自分が好きなアーティストの歌詞とかね、まあいつも聞かないようなアーティストでもいいんですけど、でもまあなるべくだったら自分が好きなアーティストの方がいいかなとは思うんだけど、その歌詞とかを読んでみて、ああ、なんかこういう言い回しで表現することができるんだなとか、そういうことがすごく学べるんだよね。で、まあもちろんそのままそれをパクったらそれただのパクリになっちゃうからダメなんだけど、そうじゃなくてね、その、あ、こういう表現方法があるんだ、こういう言い回しで歌詞に書くと、こんな風に聞いた人は感じるんだろうなっていうことを想像することができるようになると思うんだよね。で、実際僕もそういうことは結構やってきて、自分が好きなアーティストの歌詞を読んで、この歌詞って俺じゃ書けないなとか、この人ってこういう表現すること多くて、で、自分にはないものだからすごい素敵だなとか、で、自分がこういう表現を自分なりに使うのはどういうふうにするかなっていうね、その一つのものに対しての切り取り方っていうのは人それぞれ違うじゃないですか。例えば水たまりがここにあります。水たまりね、雨が上がった後の水たまりがあります。で、それを見た時に水たまりがあるって見る人もいれば、その水たまりに映り込んだもの、この映り込んだ世界っていうかね、その反射するじゃん、水たまりってさ、それを見てその向こう側の世界のことを想像して歌詞にする人もいれば、あとはなんだろうな、その雨が降った後にできた水たまりに対して、なんかその雨が降ってね、その水たまりができてることに対して、そのさっき言った反射する世界が見えて、これはこれで素敵だなって思うとかね、あとはまたなんかこの水たまりが乾いてまた雨が降るんだろうみたいな、これはなんかだいぶ暗い解釈だけど、そういう切り取り方もできるじゃないですか。からそういう一つのテーマに対して、あ、この人はこういう切り取り方をするんだとか、こういう表現をするんだ、こういう感じ方をしてきっとこういう歌詞を書いたんだろうなっていうことも学べるので、それね、他のアーティストが書いた歌詞っていうのをよく見てみるってこともすごくいいです。そうすると自分もね、じゃあ自分だったらこの人が書いてるこのテーマだったら自分ならどう書くかなっていうことを考えるじゃないですか。で、自分だったらこのテーマって選ばないけど、もしこのテーマで書くとしたらどう書くかなとか、そうするとね、自分の中にないアイディアっていうのもそれ取り入れてくることがやっぱりできるんですよね。だから結局は今の自分の中にないものをどんどん入れてくるってことを最初に言ったけど、でもこれが全てなんですよ。そうすればもう本当に今の自分じゃ出てこない言葉とか出てこない発想とか、そういうアイディアっていうのが浮かぶように必ずなります。なので本当にその今単調な歌詞しか書けないなとか、いつも同じようなのしか書けないなと思ってる人はね、それで悩んでる人はそうやってとにかくインプットすることがめちゃめちゃ大事だから取り入れてみてください。あとなんかちょっと番外編じゃないんだけど、これはこれでいいなと思うんですけど、いろんな人と話をするっていうのもいいと思う。例えばまあ、年齢が違う人とか、年代がね、その違う人とか、性別が違う人とか、あとはなんか、
住んでる国が違う人、これはあんまないかもしんないけど、とか、まあ自分と環境が違う人と話をすることでね、なんか自分の中にない価値観とか、ものの見方っていうものもね、入れてくることができるし、あとは、なんだろう、僕が一時期やってたのは、飲み会のまあ幹事とかを僕結構やることが多かったんですけど、その時にさ、こう忘年会、ビンゴ大会とかあるじゃないですか。その時に、まあみんなから会費をもらってビンゴの景品をまあ決めてくるんだけど、例えばさ、まあ20人ぐらいの参加する飲み会とかだったから、そうするとさ、参加費払ったけど、ビンゴで落ちちゃった人は何ももらえませんみたいな、なることがあるじゃないですか。でもなんかそれが僕はちょっと申し訳ない気持ちになっちゃって、嫌だなと思って、なんか、いろんな景品を用意したのね。その中に、俺にできることでなんか喜んでもらえそうなことあるかなと思って、なんか、あなたをモデルにした曲を書きますよっていう、そういう、景品っていうかね、商品を用意したんですよ。そのね、ビリからギリギリの人にそれにしたのかな、とかにしたんですけど、それで何曲か作ったことがあるんだけど、そういう、なんだろう、自分が主人公とか自分が、作り上げた主人公モデルを主人公にするんじゃなくて、その自分が知ってる人とかを主人公にするとか、登場人物にするとかして、歌詞を書いてみると、いつもとはまたね、全然違ったものが書けるようになります。なので、そういう自分以外の人だよね、それも結局ね。そういうとこにこう、自分の中だけじゃなくて、そういう他の人をこう置くことで、それでこういつもとは違う歌詞を書くって方法もあります。ただこれはね、ある程度歌詞がすごい書けるようになってからやった方がいいと思う。なんかそうじゃないじゃない、ちょっとレベル高いかなと思うので、でもこういうやり方があるよってことだけ、覚えておいてくれたら嬉しいなと思います。ということで、今回は、作詞をするときね、語彙が少ないとかアイデアがなかなか浮かばないとか、いつも同じような歌詞になっちゃうよってことで悩んでる人に向けての動画でした。最後まで見てくれてありがとうございました。いやー、とりあえずですね、今僕部屋でこれ撮ってるんですけど、暑いもうね、なんか夏が間近なんだなって感じはしますけどね。まあそんな話はどうでもいいんだけど、でもね、本当に今だから書ける、歌詞とかそういうものっていうのはいっぱいあると思うので、それで今の自分だから書けるもので、今の自分しか書けないものっていうのも必ずあるから、その語彙がね、少ないとか、アイデアが浮かばないっていう悩むのはすごくわかるんだけど、今のあなたにしか書けない歌詞っていうのがね、必ずあると思うので、そのね、いろんなものを取り入れつつ、今の自分が書ける歌詞っていうものにも、こう、向き合って、作詞をしてほしいなと思います。なんかまとまり悪くなっちゃってすいません。こんな感じで今日の動画、おしまいにしたいと思います。それではシンガーソングライターの飯田将希でした。また会えるのを楽しみにしています。あ、そう、冒頭に言った僕の無料の動画レッスン、概要欄に貼ってあるんで、こっからぜひ登録してみてください。直接僕に質問してもらうこともできるので、ぜひぜひ、登録して質問してみてください。ということで、また会いましょう。それじゃあまたね、バイバーイ。 OK、 暑い。動画を最後まで見てくれてありがとうございます。シンガーソングライターの飯田将希です。作詞作曲をね、やってみたいとか、シンガーソングライターに憧れてるんだけどっていう方に向けて、無料の動画レッスンをプレゼントします。詳しくは動画の概要欄を開いてみてください。そこにね、リンクが貼ってあるので、簡単に無料で登録できるので、ぜひ登録してみてください。それじゃあ、バイバイ。